回は何するんですか。今回はロッキーをします。なんでこの動画を撮ってるかっていうと、まずもともとライブ配信がこの後にあったんですね、なんですけど、そのライブ配信が急遽なくなって、でそのスタイルに何か入れた企画あるってたまたま2人で TikTok 撮ってたら話しかけてくださって、で喧嘩ドッキリって言ったら対応されてね、おいいじゃんいいじゃんやっちゃうってなって、私たちで今回喧嘩ドッキリをしたいと思います。あんまここのめっちゃ仲いいから見てあんま出ないじゃないですか、だから喧嘩っていう想像だと多分みんなつかないと思うんですよ。今回は急遽の企画でありそうな質問募集系の企画をして、なんか恋愛のテーマなんですけど、異常こごみにめちゃくちゃけなしていくっていう、なんか結構選抜生のその撮影の時とかは、煽りとか私めっちゃあるんですよ。マッコンとかやってるね、めっちゃいるんで、そんな感じでここにもズワズワいけたらいいなって思っております。私もあんまり普段の動画からあんま恋愛系のなんか言わないじゃん。そうですね、普通に経験がないっていうのもそうですけどだから、それも生かしつつあんま話に入っていけなくて、でしかもひなのからもなんか言われてみたいなそんな感じで傷ついていこうと思います。はい、せーの、レッツーゴー。せーので、あ、すいません、すいません、いっせーので、メルプチ、メルプチ始まるよ。ごはんこみだよん、チルチル、こんにちは、マップです。こんにちは、みなです。ごはんこみだです。研究室のみのんです。せーの、ひなのの、イエーイ。はい、ということで今回は恋愛相談。恋バナ。もう私といえばぐらい、休憩中にもお泊まりしてもいつでもかしこも、恋バナしてると思うんですけど、今回は私たちの経験談とかも語りつつ、うちっ子のみんなの恋愛相談に乗っていきたいと思います。はい、もうストーリーで募集してあるので、早速読んで答えていきたいと思います。はい、せーの、レッツゴー。じゃあまず早速一つ目、はい、どういうのが結局モテるんですか。まあやっぱり私みたいに可愛くて明るくて話しかけやすそうな女の子。確かに。あ、ちょっと一個言っていいですか。あれ、ありがとうとか、ごめんね。あ、間違った。何物申すのかと思ってた。違います、すいません。え、キョコミンはなんかある、こういう人じゃないみたいな。ココミンなんか友達感ありそう。あ、確かに確かに。そう、なんか声とか変わんない、全く変わんなそうじゃない、声変わんなそう。結論、りのちゃんが言ったありがとうとかを、気持ちをちゃんと伝えられる人、伝えれる人かな。浮気はどこからですか。これ浮気かもと思った時点でもうダメじゃん。なんか彼氏が、え、あれって浮気じゃねって思った時点で多分ダメな行動をしてるってわけじゃん。不安にさせてるわけだからね。え、なんかさ、具体的にさ、例えば手つなぐとか、あ、ダメだ、なんだ、ご飯行ったらかな。私に連絡しないで会ってたりとかしたら、私は、え、どういうことってなる。だってなんかさ、相談してたとかあるじゃん。そんなの別にわざわざ異性に言うことでもないし、男にしろって話じゃん。で、本当にそうで、分かんないから相談する。例えば自分の親友に相談するとか、私の彼女の友達に相談するとかよくいるんですけど、異性に相談しなくてよくないみたいな。どうですか、納得。私もさん、なんか、なんか落ち着いた感じですけど、いや、わかんないって。あんまりいつも声話しても僕も聞く性なんだよね。あんま経験ないですか。エコカミンが恋愛してるとこ見たいんだけど。確かに見たい。なんかさ、この中でさ、浮気されそうな人ってさ、待って、分かったかも。そうな人ね。一斉のでやります。待って、一斉ので。絶対私やん。なんでひなココミン、なんで、なんかされそう。なんで。NEXT 年の差恋愛どう思いますか。何歳かな、私の差って。5歳とか。え、でも全然いいんじゃない。いや、全然いいと思う。私だって30歳の人でも付き合える。え、わかる。でも好きになったら、好きになったら別に誰でも。じゃ、もちろん誰でもとかじゃなくて、もしさ、じゃあ山崎賢人が顔だったら別に40でも私は付き合います。私も付き合います。え、まあでもリアルの年の差を言うと私は10かな。でもさ、あれじゃない、自分とその人の年によるくない。そうなんだよね。自分も成人しててとかだったら、全然何歳でも好きなんだったら関係ないと思う。イエス、頑張ってください、諦めずに。
他校の先輩に恋してて会えるのが大会だけです、うん、どうしたらいいか、すごい、キュンキュンやんけ、やばアタックあるか、いやでも DM とかできないんですか、ね、DM ね、でもなんかさ怖いのがさ、あ自分がアタックしてあっちでなんか変な風に言われてたら、他校だし、他校他校のデメリ、うん、確かに、でもやっぱ大会の時にさインスタとか交換してさ、うんうん、なんか人間からの発展する、うん、最近そうだ、え、ココミンだったらどうします、うん、なんか同級生と別にあんまないし、うん、で先輩に あんまないと年下とか、あもし他校だったらってところだよね、うんうんうん、他校っていう考えがな、難しい、難しい、難しい、じゃあ次の質問はみんな一人聞きたいな、おお、うん、絶対付き合いたくない人の特徴、わー、はいはいはい、私は外とかで文句言ったりとか敬語使えない人とか、無理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 、常識なってない人とか無理かな、うん、私はちゃんと好きとか言ってくれない人とか、うん、ヒーナと同じ、うん、礼儀とか、うん、だよね、人は、うん、ヒーナも、ヒナも例えばお箸の持ち方とか、なんかマナーができてない人が嫌なのと、悪口をめっちゃ公に言う人、あなんか言うのはさ別に悪いことじゃないじゃん、溜まったのを吐き出すのはいいけど、うん、めっちゃ悪口言ってますみたいなのがすごい嫌、うん、そういう人は嫌だ、ね、性格悪いみたいなのかも、私は同じで常識がない人、敬語使えないとか、なんかありがとうございますとか言わない人と、友達が少ない人、なんかそのそれは少人数派でとかってよりも、その人の性格が2段があって友達がいないんだろうなみたいな人、あ周りの友達にその人の印象を聞いた時に悪いことしか出てこないような人は嫌だなって、確かに嫌だ、私も一般常識はもう大前提、そりゃそうだよね、清潔感がない人、あーなるほどね、ここちょちょみは、うん、なんかなんかさっきみなすちゃんが言ってたみたいに、うん、なんか偏見ばっかとか、うんうん、え例えばどんな偏見、なんかささっきさ、うん、ここ見に行ってたみたいなさ、あんなモテなさそうみたいな、あ言ってくる人ってこと、うん、あ私やんヒナみたいな人と付き合いたくない、うん、お大丈夫一回止める大丈夫大丈夫コミちゃん一回そうだね、そうですよ、なんでごめんねとかじゃない、そんなないね、水とか飲んで、私が言い過ぎちゃったから、まあ結構いろんな解釈ができる言葉ではあるよね、なんか笑いに消化できればよかったけど、なんかその煽りみたいな、確かにココミンの前でやるのは初めて、なんか多分ひなのん的には動画盛り上げようとして言ってくれたのが、なんかそもそもココミンがこういうなんか恋愛系のやつが苦手とかするのではない、そうなのではないか、さすがに、でも確かにココミンが喋ってるところもココミンが恋愛系語ってるような印象はないけど、でもそんな苦手とかでは全然ないと思う、そうですよね、ゲームすぎ、ゲームすぎだった全然すぎるのできるんだ、いつでもどこでも海原市をしに行きたいと思います、今ひなが行か
見ていこうか。私行きます。いや、いいよいいよ。せーの、バキリン大成功。ないわお前。待って、ちょっと微妙だよ。ライブ配信、ライブ配信なくなったじゃないですか。で、なんかエンタキとかなんかやって2人で TikTok 撮ってる時に喧嘩ドッキリえ、違う、なんか最初さ、もう明らかおかしいからドッキリかなと思ったの、うん、でも泣き方がリアルすぎて、そうそうそう、なんで泣けた、なんで泣けた、なんかあったのかなと思って、うまっって、マジ信用できない。やば、女優じゃん、お前もだよ。じゃあ次は私たちの司会者があるので、はい、あ、待ってください、まあ、君たちにココミンを超えれる、あ、そういうのじゃないです。あの、ひなの新幹線を気だりにそうだろ、待っててください。待ちたくないです。せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。せーの、ドッキリ大成功。